はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、靴田亮司でございます。ウリ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。富田様、ポスティングボランティアお申し出誠にありがとうございます。早速あのチラシ送らせていただきますので、よろしくお願いいたします。引き続きポスティングボランティア、ご支援、メール投員など、募集しておりますので、動画説明欄からご応募ください。よろしくお願いします。まだ完治ではありませんけれども、だいぶ薬の腫れが引いてきました。抗生剤おととい渡されて、それ飲んでたら、だいぶ引いてきたんですけれども、最初から出せよなんてちょっと思っておりますけれども、食えなくて、口痛くて食えなくて痩せちゃって、あの体力落ちたんで、参院選の前に食わないとな、ちょっと太りたいな、思っております。バカ総理が唱える新資本主義の原案が判明いたしました。100万人を対象に能力開発や再就職支援をする、脱炭素、デジタル化、企業促進、個人投資促進などなど、具体的なこうこうこうやって企業を促進しますなんてのはまだ、どうやんだろうね、一体お題目だけなのかな、ネットの話です。そして配当に増税するという矛盾、投資増税したいってバレてるから今更はめ込みできんぞ、金融所得増税って言ってる限り無理、いざ投資したら増税する気なのが詐欺だぞ、儲けたやつから増税して借り取る鬼畜の所業、相変わらず中身のない抽象的なプランしか出てこない、投資で損したら自己責任で、儲けたら税金よろしく、だから政府はノーリスク、そうだね、損したら自己責任、儲けたら税金くれ、ノーリスクですね政府はね。株を一切持ってない総理が無責任すぎ、こんな話が出ると大抵暴落する最初は所得倍増って言ってなかったか、その配当所得倍増じゃなくて、給料増えなきゃ投資する金ないんだわ、そもそもね、給料増やすのが先だろうって意見ですね。再就職支援や能力開発の対象はなんで100万人だけなのかな、日本人全員の能力開発するわけにはいかんのか、義務教育で能力開発したらどうなのっていう感じですね。ゆとり教育なんて言ってねえでさ、配当所得税率 20% を 30% にしたいって言ってたのに、個人投資促進ってバカなんですか、税率 10% にすれば勝手にね、個人投資は増えんのにね、総理自身が株一切持ってないのに説得力ないにも程がありますよ。脱炭素っていうのはむしろ経済の足引っ張りますよね、新資本主義だなんて言ってますけどね。SDGs は中国が国連を操って他国の経済の足引っ張るため押し付けた嫌がらせであると私は思っております。レジ袋有料化とかで日本がちま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 プラゴミ減らすよりね、中国に可能な限り嫌がらせして経済を衰退させゴミを半減させた方が断然効率いいんだよな。例えばなるべく中国の品物は買わないという嫌がらせであるとかですね。あとはまあトランプ大統領みたいに関税かける中国の品物という嫌がらせであるとかね、なんつったってね、海洋に流出したプラゴミ中国353万トン日本は6万トンと、中国を仮に半減させられれば177万トン減るわけなんで、日本がのゴミの6万トンの30倍減らせます。全然効率いいんじゃね、これ 1%経済的に嫌がらせして中国が出すゴミ 1% だって日本のゴミの半分いっちゃうんだからね、断然効率的だし楽だし安いと思いますよ。中国共産党は地球の敵、人類の敵であります。新資本主義の話ですけど、全体に何言ってんのって一体何やんのそれいう感じの満載ですね。企業促進って一体どうやって起業させられるの、それよくサラリーマンの給料
あげてよって企業にお願いしたのが早いんじゃなかろうか。やっぱり言葉遊びなのかなと思います。自公政権は制度疲労を起こしてて、野党が論外なんで変えられない罰ゲームっていうのを、もう50年ぐらいやってますね。なんで我が国だけ30年もデフレ脱却できないのか、財務省とそれに騙されてるバカな与党議員のせいですね、これね。実質税率 48.1% ですから、それじゃあ消費が振るうはずがない。デフレ脱却するわけがない。論外与党の論外ベテラン枝野幸男が吠えました。今の日本は競争や自己責任、小さな政府では到底回らない。まあ大きな政府にしろっていうのかな、頼りになる政治に戻そう。頼りになる政治、一体何のことをおっしゃってるんだか。まさか自分らの民主党政権が頼りになる政治だったとでも言うんでしょうか。相変わらず何言ってか分かんないですけどね。まあ報道したのが、これを報道したのがスパイ丸出しの神奈川新聞っていうのがどうもね、ネットの反応です。具体的には、民主党時代で懲りたんでもう無理っす。ギャグの才能あると思う。頼りになる政治に戻そう。まさか民主党のこと言ってるのか。頼りになる政治は枝野には無理。そんなこと言いましたっけ。うふふふふ、一度やらせてダメだっただろ。そんなことより立憲はブルージャパンの説明を、試験ですが、要するにまあ大きな政府でないとってことなのかな。それには増税が不可避なんですけど、それは言わない卑怯卑劣な枝野幸男と、まあ元からですけどね、おぎゃーと生まれた時から卑怯卑劣な枝野幸男。我が国はすでに実質税負担率 48.1% なんだわ。外国人にも至れり尽くせりしやがって、大きな政府っていうよりももう巨大な政府なんですよ日本は。なんつったってね、一番社会主義が成功している国は日本って揶揄されてんだから海外から。世界標準だと自民党なんか左翼ですよ。左翼そのものですよ。我が国の福祉にたかろうって中国人が群がってる現状ありますよね。中国人だけで、日本に200万人以上住んでるっていうし、年間3000人から5000人が帰化してるっていう恐怖、乗っ取られっちまね、帰化人にね。帰化した連中が帰化した候補に投票すれば、小さな市ぐらい乗っ取られっちゃうね、これね。N 党がね、中国人帰化一世を参院選に擁立するそうなんですけど、未だに私は中国人とか言ってて、中国共産党もお気に入り愛国家人かなんか報道しちゃって、スパイ丸出しのやつだそうであります。帰化の有権者増えたらこんなやつでも当選しちまう危険性っていうのがありますね。これ帰化一世には選挙権も非選挙権も与えないっていうのが筋だと思いますけど、国際結婚してもいいよ。まあ、日本、その子供からだな。有権者にさせられるのは。まあ、それまでは、帰化一世は、まあ、永住は許してやっとして、純日本人ということで、なんか制限しないと危険ですよね。私が呆れて離党した時に、すでに相当頭はおかしかったですけど、ますます悪化してるようですね。頭がおかしくなってる。まあ、早めに離党しておいてよかったと。N 党はそういうわけで、売国政党ということが確定しましたんで、子供や孫に残せませんね。潰さないといけないですね。デトックス対象ですね、これね。介護や医療をもっとくれくれって、増税してくれってことなんですけど、言ってる連中それ分かってんのかな？分かってなさそうだな。分かってはいるが、自分は低所得なので増税の影響は軽微と確信犯でやっていくかもしれないですね。我が豊島区の独居高齢者率は日本一です。
多分世界一なんですけど、29万人中独居の65歳以上が率が日本一、まあ、人口密度も日本一っていう、まあ、特殊性もありますけれども、まあ、多分世界一なんだよね。29万人住民が区民がおるんですけれども、豊島区なんと10万世帯が区民税免除世帯、つまり年収200万円以下だったっけかなというですね、すさまじい区になってます。それでもやっていけるのはですね、会社がいっぱいあって法人税、取れんのと、とんでもない高額納税者がいるおかげで、その格差がすさまじいことになってる豊島区。まあ地方の市とかではこんなとこないだろうな、思っております。何の話だったっけな。あ、そうそう、大きな政府って結局税金高く取られるんだよという話ね。それ言わねえで、大きな政府、小さな政府ではダメだっていうのは卑怯だって話ですね、枝野がね。まあ分かってましたけど、5月25日テキサス州ユバルディア市の小学校で銃乱射事件発生、生徒19人と教師2名が死亡、犯人のサルバドル・ラモスは警察が射殺と、メキシカンかな、わかんないですけど、この事件を受けトランプ大統領、教師が銃を持てば学校のセキュリティは強化される、その通り、銃がない場所という看板ほど大量殺人犯を誘うものはないと発言いたしました。ネットの反応です。ぶち切れた教師が銃乱射しそう、教師が全員人格者という前提なら一理ある、全部の生徒にも配ろうぜ、バトルロワイヤルがはかどる、防弾ベストを制服にしようぜ、帰省しても悪党が手放すわけないからね。まあ善良な市民だけが銃を手放して悪党は隠して持ち続けますね。それは日本と一緒。自分の身は自分で守る、いいではないか。銃を突きつけられたら必死で勉強する銃がないイコール殺人犯を呼び寄せる、これは最もですよね。実際ね、犯人のラモスは警察学校ではなく一般の小学校を狙った、小学生を狙ったわけだしね。弱い存在を自分のためだけに利用する吐き気のする邪悪ですね。同じ学校でもこういう卑怯卑劣は警察学校は狙わないわけだし、ウクライナだって核兵器を放棄してなければロシアに攻められなかっただろうしね。教師に銃を持たせるには結構異論ありました。ぶち切れた教師が生徒を撃つっていうね。専門の警備員じゃダメなのかな。まあコストがかかっちゃいますね。教師がぶち切れて生徒を撃つという意見が多かったんですけど、授業中ものすごい緊張感ありますね。先生銃持ってますって言うと案外勉強はかどっかもしれないな。この発言をした会場の外では銃規制派市民が抗議集会やさみたいなんですけど、これももちろんね、中国共産党の手先であります。一家に一丁 M4 カービンやベネリショットガンがあったらアメリカ本土の占領と維持が困難ですしね。中共にしてみたら、我が国にもですね、柔道や剣道は危険だから学校授業はなくせっていう勢力ありますけれども、これも中国共産党の手先であります。目的は占領しやすい状態にするため、人民軍の利便を図るため、道路標識でハングルとか簡体字の表記、ご利用ししてる国交省国際観光課もう中共の手先です。人民軍の利便を図っております。まあ利的罪ですよね。トランプ大統領の発言を否定的に放送したテレ朝ももちろん中共の手先であります。早くスパイ防止法を作って吊るし上げたい連中なんですけどもね。我が国も銃規制が銃所持
が許されるようになって、成人なら持ち歩いていいよっていうことになったら、会社でのパワハラやモラハラがぐっと減るんじゃないでしょうか。あとはあのコンビニの店員さんに土下座させたなんていうの事件も減るんじゃないでしょうか。ぶち切れられて撃たれちゃうっていう緊張感ありますからね。案外あのブラック企業は撲滅できるかもしれないな。中国共産党の手先どもは大反対して実現しそうにないですけどね。富士デモっていうのがありまして、2011年ですね。1万人ほどがあの富士テレビの番組内容に抗議してデモやったんですけど、テレビはまあ全部スルーしました。で、その時に偉かった連中はもう10年前ですから、もう引退して逃げ切ってんだろうなーって思うと悔しくて仕方がありません。高額の退職金を手にして悠々自適の老後を送ってんのかなって思うと悔しくてたまりません。過去の償いさしたいな、見つけて吊るし上げたいな、思っておりますけれども、まあまああのフジテレビごと消滅させればいいのかな。そのために頑張りたいと思います。というわけで、メール党員ポスティングボランティアご支援などなどよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。